けど。私はアニーバース。そう、ガジュマに命を奪われたドクターバースの娘。アニー、気安く名前を呼ばないで。私はあなたを絶対に許さない。命をもってその罪を償いなさい。待て、アニー。そうだ。俺がバースの命を奪った。その事実に変わりはない。俺は逃げない。この痛みから。俺の犯した罪から。そして、お前からも。それが俺にできる、たった一つの償いだ。お前の気が済むまで、バースの痛みがわかるまで、俺は何度でもお前に刺されてやる。だから、二度とこんな無茶はするな。命を粗末にするようなことはするな。バースのためにも。これから、どうしたらいいの？お父さん、たった一人の家族だったのに。俺を憎め。俺を殺すために生きろ。俺にはやらなくてはならないことがある。今はまだ死ぬわけにはいかない。だが、その目的を達したならば、この命をお前に捧げると約束する。だから、生きろ。あなたに、そんなこと言わなくても。兄！お前が何を見せられているのか、俺たちにはわからない。だが、お前は一人じゃない。立つんだ、兄。聖獣の試練に負けるな。兄。兄よ、よくぞここまで来た。私はウォンティガ、風の聖獣だ。
風の聖獣モンティガ。ここに至るまでに私が君に見せたものは全て事実です。しかし君の決意に揺らぎは感じられない。なぜか。命に色はないと言ったお父さんの思いがやっと分かったような気がするからです。父の思いと君の信じる父親が何をしたのか、それを知っても君は同じことを言えるのか。どういう意味。君に見せよう、君の父親の事件のすべてを。これが最後の試練だ。改まった話とは何だ。洗脳陛下は随分長い間病床に伏されていた。ああ、それにもかかわらず無茶をされて、あんなことをなさらなければ未だご存命であられたはず。いや、陛下は自らの死期を悟られていた。どういうことだ。お前は陛下の病を未知のものだと言ったが、それだけでは説明できない不審な点がいくつもある。お前は私が嘘の診断をしたというのか。俺はお前を信じたい。だからこそお前に直接尋ねているんだ。私はラドラス陛下をお救いしたかった。だができなかった。陛下は邪魔だったんだ。バース死ね。お前の想像通りさ。私が陛下に毒を盛ったんだよ。バース、やはりお前が。やはりではなく、まさかだろう。親友じゃないのか、私たちは。外したか。鋭い洞察力と非常なまでの冷静さ、それにこの戦闘能力、尺だね。尺だが、陛下がお前を重宝したわけだ。パス。殺すには惜しい男だ。だが生かしておくには危険すぎる。死ねえ。よせ、バース、やめろ。うわーバース。私は一体。バース、なぜだ。どうしてこんなことに。そうか、私がラドラス陛下。そうなんだな。違う。何かの間違いだ。違うんだ。私は、もうダメだ。だから、あとは頼んだぞ。アガーテ様を、兄を。ダメだ。死んな。頑張れ。目を開けるんだ。バース。友人、すまない。バース、死んな。バース。誰か来てくれ。いや、これが事実。これを見ても君は父を信じることができるのか。命に色はないと言えるのか。私の答えは変わりません。命に色はないと言ったのはお父さんです。でもその言葉の意味に気づかせてくれたのは友人でした。お父さんの事件以来、私の心は憎しみでいっぱいでした。あの人を憎み、
ガジュマを憎むあまりに私は無関係の人を傷つけたり苦しめたりしてきました。でもユージーンは何度も何度も手を差し伸べてくれたんです。こんな私に。お父さんの命を奪ったのは彼かもしれない。そのことはとても辛いです。でも私が彼のガジュマの体の奥に見た彼の心、彼の命は私と同じだった。目に見えるものだけが真実じゃないってやっと思えるようになったんです。命に色はないという言葉は私の見つけた真実だから。だからきっとヒューマとガジュマは分かり合える。私はそう信じます。私に力を貸してください。ヒューマとガジュマが共に歩む世界を取り戻すために。よかろう兄、君に私の力を与える。フォルスを。これが聖獣の力。兄、その力とともに人の心に君の真実を風と吹かせることを願う。ただし君の心に少しでも迷いが生じれば、その力は君の体をみじんに切り裂くだろう。そのことを忘れないでほしい。はい。やったね、兄。うん。大変、大変だ。どうした、マオ。僕は聖獣シャオルーン。シャオルーン。詳しい話は後。今すぐベルサスに向かうんだ。ベグ、急がないと君は大切なものを失うことになる。大切なもの。俺の。俺の大切なものって。今のはどういうことなんですか？シャオルーンが直接出てきた以上、私が関われるのはここまでだ。兄、君の幸運を祈る。聖獣は急げと言っていた。ベルサスに急行するぞ。出発だ。ノルゼンへ戻ろう。そこからベルサス行きの船が出ているはずだ。ベルサスで何があると言うんだ。ひとまずノルゼンへ戻ろう。ベルサス行きの船が出ているはずだ。お客さんだぜ。行きましょう。このあとサックス強烈撃撃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 撃強烈レイトン。よし、次だ。
邪魔が入ったな。スタート、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 熱唱奏ジェンディーズ、行き裂け、ウィンドエッジ、うわっ、次行ってみようか。邪魔が入ったな。取り引き先へ、行こえっち、スタート、ジェンディーガン、投げ払い、フレアショット、エクセル、レーション、ゲンマ、キャッカショー、行こえっち、レッショート、ジェンディーガン、フレアショット、トーレット、ウエイケン、ゼッ、スセルカ、クック、投げ払い、フレアショット、シッハッ、ストーレット、ゴーレット、行こえっち、ゲンマ、シェイド、大丈夫か、兄。ありがとう。ごめんなさい。ごめんなさい。あなたはお父さんをかばって全てを失ったのに、悪いのはお父さんだったのに。私兄、ごめんなさい。そうか、兄、全てを教えられたんだな、聖獣から。兄、俺と一緒にあの事件の真実を探そう。目に見えるものだけが真実ではないのだろう。俺たちが知っているバースはあんなことをする男じゃない。すべての命を等しく愛し、守ろうとした意志、それが俺たちの知っているバースの真実だ。お父さんの真実。バースが洗脳陛下の暗殺を企てた理由は俺にもわからない。だがそこに鍵があるはずだ。バースの無念を晴らすためにも真実を見つけるんだ。それが俺にできる償いだ。友人、ベルサス行きの定期便の運航は再開しているんだな。ああ、町の争いもひとまず収まったし、ようやく軍から許可が下りたんだ。ベルサスへは定期便で行こう。その方が早い。兄、どうした？どうしてお父さんはラドラス様を殺したのかなって。兄、言ったろ、バースはそんなことをする男じゃない。俺と一緒にあの事件の真実を探そう。俺はバースを信じている。だからお前も。うん、ロンティガってさ、仮面かぶってたよね。あの仮面の下ってどうなってるか知ってる？え、仮面の下？もう魔王、また怖い話するつもりなんでしょ。違うよ、ただの好奇心だってば。
兄だって興味あるでしょ。それはあるけど。じゃあ教えてあげるね。実はあの仮面を取ると。やっぱり怖い話じゃないの。もう魔王。どうした。いろいろありがとう。俺の方こそ。いや、すまなかった。いいえ、謝らなくちゃいけないのは私の方です。俺は、その兄、これからもよろしくな。はい。さっきのシャオルーンって聖獣、今までの聖獣とちょっと違う感じだったよね。ええ、よく喋るっていうか軽いっていうか聖獣っぽくなかったわね。聖獣にも友人みたいなのがいれば、キトレイみたいなのもいるってことだね。そうね、そうかもしれないわね。こら兄、そこで同意すんなっつーの。ベルサスで何が起きているのか確かめに行こう。さあ、この船に乗るんだ。早くしろ。町はすぐそこだよ。急ごう。なんかこの街、妙な雰囲気じゃないか。ガジマの姿が見当たらないようだが、そのせいか。あの、ちょっとごめんなさい。あなたたち、サニータウンで会った。スージーだ。そっか、ベルサスに住んでるって言ってたっけ。やっぱり、あの時は本当にありがとう。あなたたちが探していた人は無事に戻ってきた？ああ、クレアだ。はじめまして。はじめまして、クレアさん。スージー、ここで何をしてたんだ？お父様が旅行から帰っていらっしゃるの。港まで迎えに行ったんだけど、行き違いになったみたいで、そろそろ帰らなくちゃだわ。よかったら後で私の家に遊びに来て。あの時のお礼もしたいし。きっとよ。なんか感じが変わったな。元気っていうか明るいっていうか。今のが彼女の本来の姿なんだろう。
あの時と違って笑顔が出るようになったんだ。ああ、王の盾やアガーテのせいで一体どれだけの笑顔が奪われたんだろうな。女王に似ているガジュマか。スージーも喜ぶだろう。それにしてもスージー、どこへ行ったというのだ。スージー、何をしておった。あれほど一人で出歩くなと言ったのに忘れたか。お前は一度もう心配すぎよ。お父様、以前のようなことはもうないって聞いてるし。まさか、いえ、でもそんな、まさか、だってそっくりだもの。お父様、まさかこの方、女王様。私は女王じゃありません。私は。そんなことは分かっている。本物の女王が一人であんなところにいるわけがない。でもこんなに似てるなんて。スージー、このガジュマをお前付きのメイドにしてやろう。部屋へ連れて行って好きなように使うといい。え、そんな、私いらないわ。まあそういうな。王の盾に囚われた時に味わったうさをこの娘で存分に晴らしてはどうだ。これからどうしますか。聖獣が急がないと大切なものを失うって言ってましたけど。ベイグ、心当たりは。考えていても始まらん。少し街の中を歩いてみよう。お前の大切なものって何なんだよ、ベイグ。大切なもの。街を歩けば何か見つかるかもしれん。考えていても始まらない。行動あるのみだ。街の様子を見てみない。ベイグの大切なものが見つかるかもしれないわよ。どうもこの町の連中はガジュマとヒューマが一緒なのが気に入らないみたいね。
チェ、ラジールだと同じってか。胸くそ悪い町だぜ。となると、まともに話を聞けそうなのはスージーくらいか。頼みの綱はスージーさんだけですね。お宅に行きましょう。ペトナジャンカを離れてから随分経ったな。姉貴どうしてるかな。元気にしてるんじゃないの。元気にしてると思うか。俺のことを心配してないかな。いや、そんなこと僕に聞かれても。ほんとキトレってシスコンだよね。姉をもいいって言えよ。この町の連中で話を聞かせてくれそうなのはスージーくらいか。ベイグ様ですね。お嬢様からお話は伺っております。どうぞこちらへ。ねえあなた、本当に女王様じゃないの？違うわ、私は女王なんかじゃない。私は、たとえあなたが誰であっても、あなたの姿を見てるとさらわれた時のことを思い出すの。前に女王様のせいでさらわれたことがあるの。あなたが悪いわけじゃないけど、あなたをそばには置いておけない。置いておきたくないの。橋を渡ったところにガジュマたちが集まって住んでるわ。逃がしてあげるから、そこへ行ってかくまってもらいなさい。お嬢様、お客様がお見えですが。すぐに行くわ。門番にはうまく言っておくから。いいわね。私はどうしたらいいの。おいお前、さっさと立ち去れ。橋を渡った先にガジュマの人たちが住んでる場所があるって言ってたけど。ここは、なんてひどいところ。どうしてこの国にこんなところが。女王様、そんな、まさか。いや、間違いない。あなたはカレギア女王アガーテ様ですね。なぜこんなところに。あの、ここもベルサスなんですよね。なのにどうしてこんなに荒れているんですか。やはりこのベルサスの状況を女王様はご存じなかったのですね。このベルサスではヒューマが権力を持ち、我らガジマはこのような貧民街に追いやられているのです。ラドラスの落日以前には両種族は共存関係にあったのですが、まるで遠い昔の話のようです。どういうわけか、最近は特にひどく。申し遅れました。私はジャンニと申します。この地区のガジュマをまとめているものです。どんな経緯であれ、女王様がこんな場所に来てくださるなんて。どうか、
我ら民の声を聞いてください。でも私は。みんなきっと喜びます。お願いします。わかりました。とにかくここに住んでる人たちの話を。一体どうしてこんなひどいことに。ガジマの皆さんの話を聞いてみないと。カレギアにはこんなひどいところもあったんですね。お分かりいただけましたか、女王様。ええ、こんな状況を放っておくなんて。女王様、無礼を承知で、同じガジュマとして女王様にお願いしたいのです。私たちはこの状況が改善されるようヒューマのリーダーであるスカラベと話し合いを持ちたいと思っています。しかしスカラベは話し合いたいという我々の言葉にさえ耳を貸そうとはしません。でも女王様のおっしゃることであれば言うことを聞くのではないかと思うのです。ですからお願いします。わかりました。私にできることならばお引き受けしましょう。本当ですか。ありがとうございます。今日ほど幸せな日はございません。本当にありがとうございます。そうか、あんたたちは娘の恩人だったのか。せっかく来てくださったんだもの。今晩はうちに泊まっていただいてもいいでしょ。もうもちろんだが、そちらのガジュマには遠慮してもらおう。そのガジュマはあんたらの従僕だろ。残念ながらこの屋敷には客の従僕のための部屋は用意してないのだ。従僕だなんて、この人は召使いじゃありません。ユージーンは私たちの仲間。わかりました、私は宿に戻ります。だったら僕たちも一緒に帰るよね、みんな。スージー、すまないが俺たちは宿屋に帰る。せめてお食事だけでも。いえ、遠慮しておくわ。あなたのお父さんの渋い顔を見ながら食事する気にはなれないもの。お父様のせいで不快な思いをさせてしまって本当にごめんなさい。お父様は昔からあんな風にガジマを見下していて、それがここのところ
どうしてかますます極端になって。友人さん、すみませんでした。いや、いいんだ。こちらこそいろいろ気を使わせてしまった。じゃあまたね。あなた、なぜ戻ってきたの？スカラベさんにお話ししたいことがあるんです。ダメよ、あなたを逃がしたってことをお父様に知られたら。私、スラムのガジュマども、わしの娘に何をしようというのだ？そのガジュマの娘にも手を出すなよ。そいつはうちのメイドだ。スカラベさん、あなたにお話があります。話だと？メイドの分際で、しかもガジュマのくせに、何を偉そうに。聞いてください、スラムに住むガジュマたちのことです。スラムの？お前、そいつらに何を吹き込まれた？私の話を聞いてもらえないでしょうか。何でもいいから、とにかく中へ入れ。あなたたちはそこで待っていてください。しかし。大丈夫ですから。あ、ちょっと待って。すまないな、俺のせいで。悪いのはあんたじゃない。とにかく一旦宿屋へ戻ろう。数字んとこでごちそう食いたかったな。俺がいたばかりにすまなかったな。いや、あんたは悪くないだろ。悪いのはあのスカラベって親父さ。もともとガジュマに対する差別は強かったというが、思念の影響でますますひどくなっているようだな。一旦宿へ戻って考えよう。休みも取っておいた方がいい。